日本神奈川県川崎市川崎区夜行夜行は神奈川県川崎市川崎区の臨海部の町名。現行行政地名は夜行1丁目から夜行3丁目。1967年10月4日に住居表示が施行されている。郵便番号は210-0863。2010年の国勢調査時点での面積は88.2ヘクタール。川崎市臨海部に位置する。 東北から西南に向けて一丁目、二丁目、三丁目が並ぶ。西北に位置する塩浜と千鳥運河の間に細長く伸び、北で田町、小島町、南東の千鳥運河にかかる千鳥橋越しに千鳥町、水江運河越しに水江町、西尾、池上町と接する。町名は夜行だが夜行町と表記されているものもある。一帯は、 工業地帯であるため工場が多く、住宅は少ない。付近にある川崎大使と密接な関係を持っている地名でもある。夜にもかかわらず、海中に光が光校ととっていたことから、付近一帯に夜光の名がついた。この光輝く海に川崎大使の名で有名な平間寺の海域である平間県上が網を投げ入れたところ、工房大使像を引き上げた。 それを安置したものが現在の平間寺である。国道132号が通過しているほか、川崎市営バスも運行している。また、神奈川臨海鉄道千鳥線も夜行町交差点のすぐそばを通っている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。